よう。八神氏、今度は何ですかな。あまり大きな声じゃ言えないんだけどさ、盗聴器が欲しいんだ。つくもそういうの詳しくない？詳しいに決まってるでしょ。僕を誰だと思ってるんですか。だよな。材料さえ揃えばすぐ作れますぞ。材料ってお前の手作り？メイドインつくも、これ以上信頼できる製品はありませんぞ。おまけにお友達価格ですから。分かった、任せるよ。で、盗聴器の材料ってのは？すぐ集めてくる。そんなことする必要はありませんよ。ここにはないが、ここで手に入る。その心は？なんだそれ。ネット通販です。お急ぎ便でしたらあっという間に届きますから。八神氏はお金だけ用意してくだされ。いくら？材料費と僕の手間賃込みで10万ほどあれば。それでお友達価格なんだよな。もちろん赤字覚悟の大特価ですとも。じゃあ了解。ではお金が用意できたら声をかけてくだされ。必要なパーツは手配しておきます。お金準備できたのですかな。材料費と手間賃込みで10万円ですぞ。ああ、これで頼む。助かります。では完成したら連絡いたしますゆえ、ちょっとばかしお待ちくだされ。わかった、よろしく。またな。八神さん。おう。
see you. またな。 もしもし。お待たせしました。例の品完成しましたぞ。本当に早いな。では悪いのですが、店まで取りに来てくれますかな。分かった、すぐに行く。 しばらく寝とけっての。楽しかったでござるよ。 八神氏、早かったですね。お前の仕事の速さには負けるよ。<笑>お褒めに預かり光栄ですぞ。では商品をどうぞ。コンセントに差し込み偽装するタイプのものです。受信範囲は100メートル、電波は超強力。間に鉄板のような遮蔽物があっても問題なし。 ビルの上の方のフロアでもクリアに聞かえるでしょ。いいね、そういうのが欲しかった。電源はリモコンで遠隔操作できますから、聞きたい時以外は電波の送信をオフにしてくださね。たとえ八神氏のような名探偵であろうと、この盗聴器を見破ることは困難でしょうね。<笑>なんか一言余計だな。まあでもサンキュー、助かったよ。 またな。
どうも、お邪魔してます。っていうか、無理やり連れてこられたんだけど。盗聴器手に入ったか？バッチリ。よし、じゃあ座れよ。松金組に盗聴器仕掛けろって話だよね。もう話は聞いたんだな。そう。じゃあ杉浦君、説明してあげて。あのね、悪いけど無理。こっそり忍び込めったって組事務所じゃずっと留守番いるでしょ。出入りも防犯カメラで見られてるし、挙句にもし捕まったらよくて半殺し？冗談じゃないって。だそうです。だそうですじゃないよ。どうすんだよ海藤さん。まあまあ怒るな。というわけで別の手を考えといた。忍び込むのが無理なら潜り込みゃいいんだ。ん？まあ聞けや。タボ、こいつに見覚えねえか？誰これ？派手なジャージ。確か松金組の。おうよ、組一番のおしゃれ大好き田代くんだ。夜だろうがグラサンを外さねえ。ところでこいつはターボーと似たような体格でな。俺に似たような体格ってまさか。もしこの田代くんがマスクでもしたら、中身がすり替わったって誰も気づかねえよな。うん、きっと気づかねえよな。グッドアイデアだね。はあ、じゃあこの田代くんに変装して潜れって。うん、まずはヤツを見つけてジャージとサングラス一式を拝借。あとは簡単だ。堂々と事務所に入って盗聴器を仕掛けまくる。なんだよ、結局俺がやんのか。よろしくお願いします。まあでもだいぶ頭使ったな海藤さん。ほら、いつか松金組に戻る日があるかもしれねえって今日までそう思ってた。ん？なんだよ急に。でもよ、親父に面と向かって逆らったんじゃもう無理だ。あそこまでしたからにはもうとことんやるまでよ。だろ？そっか。よし、じゃあ田代くんの身ぐるみ剥いでくっか。出発するか。あ、海藤さん。ん？田代くんの居場所当てはないの？そうだな、あいつはキャバクラのしのぎをやってたからそこに現れるかもしれんな。キャバクラ？どこの？確かエメラルドヒルズって名前だ。七福通り西の。よし、じゃあまずそこに行ってみるか。行くぞ、アボ。ちょっといい？いらっしゃいませ。お二人様でしょうか？いや、
遊びに来たんじゃなくて。ここ松金組がケツ持ってる店だろ。ええ、それが何か。人を探してるんだけど、田代って人知らない？田代。ほら、いつも派手なジャージ着ててさ、夜でもグラサンしてるやつだよ。わかるだろ？あの人。そうそう、そいつだよ。知ってるじゃねえか。どこにいるかわかる？ああ、さっきまでここにいたんですけどね。ちょっと面倒なお客がいまして、その人連れてどこか行っちゃいました。焼き入れか。ま、あいつにはぴったりの仕事だな。どこに連れて行った？多分天下一通りの方です。ビルの裏手にあまり人が来ない空き地があるとかで。そのくらいの知恵は働くってわけか。焼き入れんなら人気のない場所ってのは鉄則だ。何偉そうに言ってんの。よっしゃ、行ってみようぜ、ターボー。ああ、助かったよ。いえ。あのな、おっさん、うちん店はおさわり厳禁なんだよ。入り口に張り紙してんだろうが。ですから触ってませんって。あ、嘘つくんじゃねえ。女の子から苦情が来てんだよ。いた、田代くんだ。おお、マジでいつもあんな格好してんだ。ちょっと感動。あ、てめえはヤガミ。組の的の顔ぐらいは分かってんだ。うるせえ。あの、私はこれで。あ、待ちやがれ。くそ、お前のせいで逃げられたじゃねえか。どうせ変な因縁つけて金巻き上げようとしてただけだろ。あの客が本当に追い出してたのかどうか怪しいもんだぜ。あ、マジだし。あ、動揺してる。こりゃ図星だね。な、こういうやつなんだよ。だから追いはぎされても文句は言えねえ。追いはぎ？何のことだよ。君が着ているその服、ちょっと貸してくれない？ざけんな！これいくらしたと思ってんだ？知らねえよ。けど、そんなに高価な服着て歩いてちゃダメだろ？こんな危険な街でよ。今すぐ脱げば痛い目見なくて済むし、こっちも綺麗な服が手に入って大助かり。つまりウィンウィンってやつ。乗っといた方がいいんじゃない？なめんじゃねえぞ。そんなにこの服が欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よし、さっさと済ましちまおうぜ、タボ。ああ、誰かに見られたらこっちがまずい。お、なんだこいつ、結構金持ってんな。財布ん中札でパンパンだぞ。ちょっと、それに手つけたら強盗だよ。はいはい、分かってますよ。っていうか、服はいいのか？だから借りるだけって言ってるだろう。元弁護士が言うなら信じるよ。見立て通り、サイズもちょうどだな。似合ってるぜ、多忙。嬉しくないって。よし、それじゃあ盗聴器を仕掛けに松金組の事務所に向かうぞ。あ、海藤さん、田代君のことを頼める？あ、どうするつもりだ？
さすがにこの時期すっぱだかでほっとけないでしょう。お優しいことで。まあ、面が割れてんのは俺も同じだ。言っても役には立てねえし、仕方ねえ。よろしく。ターボ、下手打つんじゃねえぞ。大丈夫だって。もしもし。何その格好。うるさいな。田代くんの服だよ。オッケー。それじゃあ松金組の事務所前で合流しよう。わかった。すぐに行く。杉浦、待たせたな。おい、杉浦。人違いじゃないですか。ダメだ、笑っちゃう。お前、ふざけんなよ。だってしょうがないじゃん。その格好、想像以上に破壊力すごいよ。お前が潜入したっていいんだぞ。ごめんごめん。とにかく変装はバッチリだね。ああ、さっさと済ませよう。八神さんが事務所の中に盗聴器を仕掛けたら、こっちですぐモニターするから、設置が終わったらすぐに脱出していいよ。わかった。それじゃ、準備はいいね。いや、もう少し準備する。そう、まあ慎重に行かないと。八神さん。ああ、問題ない。お前マジで覚えとけよ。変わらず活かしてますね。今度俺にもいい店を教えてくださいよ。おう、田代か。エメラルドヒルズの揉め事ちゃんと解決したのか。まあ今は八神の件で組中が大変なんだ。それくらいはお前らで片付けてくんねえとな。ああそうだ、お前ちょっと留守番しててくれ。コンビニ行ってくるわ。5分くらいで戻るからよ。もしもし、こちら八神、聞こえてるか。
大丈夫、拾えてるよ。早くそこから抜け出して。了解。おい田代、お前何してんだ。親父の部屋勝手に入るんじゃねえよ。何かあったら当番の俺の責任になっちまうだろうが。おい、なんとか言えよ。こら、しかとこいてんじゃねえぞ。てめえは夜神。ああバレちゃったか。そっちからぶっ殺されに来るとはいい度胸だな。ああ、貸して返すな。やっちめえ。逃げられると思うな。これでてめえはおしまいだ。ちょ、待てよ。それ銃刀法違反でしょ。やかましい。更新入だろうか。あ、くそ、どうすりゃいいんだ。な、停電か。チャンス。危なかったね、八神さん。さっきの停電、お前の仕業か。盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね。とっさにビルのブレーカーを落としたんだ。そっか、助かったよ。もたもたしてたら応援が来るかも。早くこっから離れよう。ああ。もう大丈夫だ。盗聴器はちゃんと動いてるか。ちょっと待った。そのイヤホンで盗聴？そう。大丈夫、ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね。電話の相手羽村だ。今の騒ぎを報告してる。羽村の居場所はわかるか。ちょっと待って。ん？長藩って、長藩博士？鴨野町の鳥羽みたい。でも長藩博士の鳥羽ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。鳥羽の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。なるほどね。となると。あとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった。ありがとな、助かったよ。波が来た。くそ。うるせえ、今大事なところ。すみません。あ、いや、そりゃあんた叫やがって。
10万。はあ、今波が来てるんだ。いや、なんだそれなら。あの女いい尻してんな。ちょっといいですか。うん、何。カムロ町で長範爆地ができる賭場って知りません？長範爆地？ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか。どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？確かになかなかですね。で、それが何か。あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？なんで俺が。そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。ああ。ちょっと横いい？どうぞ。ここをよく来るの？ええ、お酒とギャンブルが好きなの。それといい男。いい男？一度映画みたいなセリフで口説かれてみたいわ。何を飲むの？マティーニ。勝負前はいつもそれ。ウォッカマティーニをステアせずにシェイクで。そうよ、映画に詳しいのね。俺におごらせてくれないかな。仲間もいる。一緒に楽しもう。お酒だけ？え？言ったでしょ、私ギャンブルも好きなの。ヒリヒリするような熱い勝負が好き。ポーカーで私に勝ったらいいわ。付き合ってあげる。よし、決まりだ。さあ。ああ、いや。私の勝ちね。しょうがない、勝負は時の運だ。あら、潔いのね。流れが読めれば勝てはしなくても大きく負けることはないだろう。分かってるじゃない。あなたとなら長く遊べそう。いいわ、一杯だけ付き合ってあげる。本当に？それじゃ乾杯しよう。おいおい、なんで兄さんが彼女と楽しんでんだよ。勝負は俺の勝ち。彼女と飲めるぞ。酒を持って席に行くんだ。本当か？オンに切る。その前に長範爆地ができる賭場について教えて。ああ、それならチャンピオン街だ。一軒だけ看板が出てない店があるからすぐにわかる。看板が出てない店で、シャッターをゆっくり3回ノックするんだ。するとご用件はって聞かれる。そしたら合言葉を言うんだ。大月は元気かってな。ノックして合言葉と。次にステーキを食べたいそうですと言われたら、シャトーブリアン、ブルーレアでと答える。それで中に入れるよ。賭場は地下にあるんだ。ありがとう、助かったよ。よし、それじゃ乾杯だ。いや、俺は遠慮しとく。すぐに行かなきゃ。なんだよ、釣れないな。いい尻なのにもったいね。ああ、そうだ。彼女にはウォッカマティーニだから、ステアせずにシェイクで。なんだそれ、合言葉か。
よう、タボ。カイドウさん、杉浦からここだって聞いてよ。どうだった、羽村の居場所分かったか。ああ、チャンピオン街の賭場だった。本当か。賭場ってチャンピオン街のどこよ。一軒だけ看板の出てない店があるって。そこから地下の賭場に入れる。へえ、そうか。なあ、タボ、お前、羽村を見つけたらどうする。とりあえずこれまでの鬱憤晴らさせてもらわないとな。ずいぶん手間かけさせられてる。正直もうモグラの話なんて二の次でいいぐらいだ。同感だ。やっぱりお前は話が早くていいよ。行こう。出発。